特集です。アメリカで発見された沖縄戦当時の日章旗が76年の時を経て先週慰霊の日に沖縄の遺族に返されました。戦争前夜の様子がうかがい知れる日章旗に記されていたのは県内で暮らす男性の亡き父親と母親の旧姓、そしてある言葉でした。かかずディレクターのリポートです。一面びっしりと寄せ書きが記された日章旗、今から2年前にアメリカで見つかりました。先の大戦中は兵士の無事を祈って家族や友人などが寄せ書きを送ることが多く、ブーン長久や打ち手氏やマンなどの文字からは当時の様子をうかがい知ることができます。今回旗に記された具志堅栄一という名前を手がかりに関係者が調査を進め、戦後76年を経て遺族のもとへ帰ることになりました。警察官の関係だったっていうのは知っとったんですが、兵隊っていうのは知らなくて、それもましてやこういう日章旗の寄せ書きが新聞に出て後の話なんですよ。この私自身として日章旗が分かるのもですね。亡き栄一さんの息子具志堅和夫さん、2年前の新聞報道で亡き父親の名前が載った日章旗があると知り驚きを隠せなかったと振り返ります。これまで息子にとって父栄一さんは戦後家業であった建具専門の木工所で多くの職人とともに腕を振るう姿しか記憶にありませんでした。あの職人さんがみんな十数人、十四五人いたんですよ。その時にみんなが親父するもんですから、私たちもお父さんとかお母さんじゃなくて親父だったんですよ。このイメージがとても強いですね。大工の棟梁みたいな。そうです、そうです。自身の知らない父の面影、さらに偶然にも母の名前が記されていることも発見しました。これ初ですかね。なんか初に見えません。ああ、そうですか。って言ったらお母さんじゃないですか。そうですね。当時まだ結婚してない時の名字は久手堅初子ですから、私がこれと同じものを見たのはまだ小さいもので、うん、この久手堅初子っていうのは目が見えなかった、小さくて見えなくて気がつかなかったんだけど、気がついてれば自分の、母親に。さようなら。この当時父栄一さんと母がお付き合いしていたとすれば、どんな気持ちでその言葉を記したのか、今は知る由もありません。残念ながら和夫さんの母親は日章旗を見ることなく去年96歳で他界しました。多分栄一も嬉しかったと思うんですよ。でそれを当時お付き合いしていたのかもう一緒になってたのか、その辺ちょっと聞こえないんですが、その頃すぐ母親にこれを見せた。でそれを見て未だに記憶の中にあったわけですから。私が直接お返しできないのが残念ですが、この旗が何年も前に寄せ書きをした人たちの幸せな思い出をよみがえらせてくれることを願っています。去る6月23日、アメリカで発見された父栄一さんの日章旗が和夫さんのもとに帰ってきました。で、二等兵の時にいただいたのかなと思うわけですね。その時に兵隊に出るということで、それでここにもあるようにさようならが出てきたのかな。要するにもう戦争に行くともう危ないですよね。で
覚悟したのかなというような感じですね。久手堅初子ってあるけど、どれがお母さんなのというふうな話にももらったいきさつももっと詳しくですね聞けたらよかったんですが、やはりもう少し生きていてくれれば見せられたのにという思いが強いです。戦後76年を経てアメリカから沖縄に戻ってきた日章旗、遺族にとっては亡き父と母の思い出を知る節目の日となりました。